そんなコンポスト容器とぼかし容器でできた野菜をいただいてみました。すごいお料理の数々が並びました。三笘さん、全部こちらで作ったお野菜を使ったお料理ですね。はい、まずこちらは何でしょう。レタスを使っております。北京ダックです。こちらはわけぎの味噌和えです。春菊の和え物です。カブの千枚漬けです。ブロッコリーやレタスの野菜サラダです。野菜たっぷり。完熟トマトで作ったケチャップとオムレツです。ブロッコリーとですねパセリを添えております。ケチャップも自家製なんですね。大根の松前漬け風と高菜の漬物です。ニラを使ったチヂミですか。大根のスティックです。お野菜が種類がたくさん出てきて驚きました。まずはこちらのレタスの北京ダック、いただきます。どうぞ。おいしいです。とてもみずみずしくて歯が柔らかいですね。そうですか。続いては自家製のトマトケチャップを使ったオムレツ、はい、三笘さんが作ったトマトを使ってるんですよね。トマトの甘みがしっかりありますね。ありがとうございます。完熟するまでトマトは待って収穫するようにしておりますので、なんかフレッシュ感がずっと続いてる感じしますね。ああそうでしょうか。この株もとっても綺麗ですね。真っ白。しっかり使ってるんですけど、このシャキシャキ感がなくなってないっていうのがすごいですね。ああそうでしょうか。わあ、おいしい。毎日こんな美味しいお野菜が食べられたらいいですね。ありがとうございます。家族もそれから孫たちも喜んで食べております。これからも努力して堆肥を作り、また美味しい野菜を作りたいというふうに考えております。